こんばんは。こんばんは。いやー、またやってまいりましたね。すごく久しぶりです。久しぶりだよ、なんかね、はい、これはちょっとありましたけどね、さっきとでは、ね、あ、そうですね、はい、はい、お邪魔させてもらうのね、このメンバーがね、この2人でやるのね、はい、本当久しぶりでしたね。それでは始めましょうか。はい、はい、高木学ぶドクターウーの ER。なんかどもちゃいました、ちょっとどもちゃいました、ね、言いられなくてすいません。 ER、ね、言いづらいもんね、はいはいはい、これは本当はね、はい、川越救急クリニックの上原院長がね、うん、まあ本当ここにいてね、で、うん、院長が直接言っていただくことをね、うん、今日やっぱりね、院長からできたばっかりだから、病院が、あ、やっぱりね、超多忙でね、ね、3日間で6時間しか寝てないらしいですよ。そうなんですか。本当にもう救急車毎日ね、うん、もう何十台も入ってきてね、うん、もう大変らしいんですよ。そうですか、ね、ちゃんと空いてないですけど、僕も元気なんですか。元気で、ね、うん、まあ、最近は少しね、コロナの、ね、患者さんが減ってきたみたいで、うん、はい、なんかね、少しは楽になったなんて言ってましたけどね。そうですか、うん、それ福さんも毎日仕事大変じゃないですか。いや、そんなことないです。ねえ、みんな大変です。みんな大変ですね。みんな大変だと思います。ねえ、今日はね、ここまたね、東京はね、浅草にある鳥越あずり、はい、FM ステーションから、まあ、全国放送、生放送でね、生放送ですよね、はい、やってますね。もうそこにはね、今下に見えるガラスから見える鳥越一人称だよ。そこ行ったことあります？行ったことある。帰りが撮るじゃないですか、そこに。え、通りかかったことしかないんですけど。中入りました、一回。そうですか。え、今年初詣行けなかったんでね、うん、なんかドクターウー院長がね、うん、なんか急に行こうなんて言い出して、帰り際に、帰り際に夜、夜、はい、夜な夜なね、夜な夜な、まあ夜な夜なじゃなくてね。まあ行ってちょっと拝んできましたけどね。まあ空いてんですか。空いてましたね、まだ正月は三が日だったんで。そんなんでね、そこからね、もう見えるんですよ。いい場所ですね。いい場所ですね、ここはね、うん、本当に。それとこのスタジオね、初めに言いますけど、すごい除菌されてて、はい、コロナ対策が、コロナ対策バッチリですね、完全に、うん、スタッフの人、まあ、もちろんこのアクリルもあったりね、はい、この除菌もね、されてるんですよ、この中。だからノーマスクで。そうです、ノーマスクで OK ですよ、はい、はい、大丈夫ですか、調子は。大丈夫ですよ。何で笑ってんすか。いやいやいや、ね、はい、今いろんな大変な、ね、時期ですからね。そうですね、皆さん ね手洗いうがいしてる我々やってるんで、はい、本当にね、コロナにかかんないで元気にね、うん、やってますけどね、うん、皆さん気をつけてください、はい、気をつけましょうね、はい、はい、それではね、まあ、ドクターウーがいないってことなんですけど、 ER っていう番組なんでね、うん、はい、実はね、うん、先生のところに行って収録してたの、僕。ER ってどういう ER なんですか。エマージェンシー、エロールームじゃないんですよ。え、エマージェンシールーム。あ、はい、はい、わかりました。真面目にやってましたよ。あ、本当ですか、先生。うん、そんなんで先生からね、ちょっと V があるんでね、はい、それをちょっとみんなで見ましょうね。ガン見しましょう。はい、ガン見しましょう。なんかすごくいい内容ですからね。はい、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。ドクターウーの ER。 はい、こんばんは。すいません、先月に引き続きですね、今月もまた、録画で参加ということになってしまいまして、ちょっとね、新しいクリニック来てから若干忙しくてですね、スタジオに行く時間が取れないということで、すいません、今回も、ビデオ収録でございます。で、まあ、新しいクリニック1月の、24日から、こっちに移って、今ここが新しいクリニック の、 休憩室なんですけども、ここに来てからですね、ちょうどその同じタイミングで、コロナのオミクロン株というのが爆発的に流行りまして、まあ、うちとしては千客万来という感じでですね、たくさん患者さんが来まして、僕の平均睡眠時間も 2,3 時間しか毎日寝れなかったっていうのが、まあ、1,2 週続きましたかね。で、ようやくここのところ少しずつ落ち着いてきて、コロナもどきの人がだんだん増えてきましたね。で、まあ、ちょっと一番僕が今、まあ、なんとかなんねえのかなと思ってるのはですね、会社、お父さんとかお母さんが働いている仕事場が、家庭で発熱者がいたら必ず PCR してきなさいっていう会社がルール作ってるんですよ。で、こう医者的に見て、いや全然症状ないじゃんっていう人でもやっぱり PCR してくれってくるわけですよね。だからあれがちょっと並行してます。いや、いらないでしょって思ってます。社会のルールをちょっとずつなんか変えてほしいなっては思ってるんですけどね、なかなか変わらない。で、そうですね、この前ちょうど先週ぐらいで1ヶ月がここに来て、ただ違うわ、今日だ、今日でちょうど1ヶ月ですね。今日が2月の24日で、1ヶ月間でですね、いろんな患者さん来たんですが、まあ一番印象に残っているのは、
ジジイの脱行です。脱行って知ってますか？脱行、あの脱出ちゃうって脱です。脱出の脱で、行は肛門の行です。肛門から何かがこうおいでになるんです、外側に。で、何が出てくるかというと、これはあの字なんですけどね、あの字が外に出てきちゃって、で字ってもともとがあれ、あの静脈瘤っていって、静脈がこうポコって膨らんでしまったやつが字なんですよ。なのであんまりこすったり刺激したりすると出血するのはそのせいです。で、これがですね、肛門の内側にできた字が、あの、まあ、多分じいさん一生懸命決まったんだと思うんですね、運を出すのに。で、運が出るときに一緒にこうこんにちはって出てくるわけですよ、肛門の外側に。で、まあ、だいたいこの親指の先ぐらいなので、普通にこう、おー出ちまったぜって言って、こう指で戻せば戻るんですよね。またあの肛門の中にあの入っていく、いつぞや皆さんにお話ししたあのお姉ちゃんの運と同じです。こう出たり入ったりってね、あれの状態になるんですが、あの今回来たジジイはですね、いやこれどうやって出たっていうか、お前 どこに飼ってたっていうぐらいでかい、あのもう子供の頭ぐらい、こんな量の字が出まして、いやこれモラギノールじゃねえぞ、これは 何やっても治んねえぞっていうぐらいの大きさの字で、まあ脱行で救急要請が入ったんで、あのいやそれぐらいいいよ、入れてあげるよって、自分じゃ入んないんだって言ったら、救急隊が、いやちょっと無理そうですねって言うんで、いやいよいよ入れてあげるよって、で受けて、これね、埼玉市から来ました、はい、隣の市ですね。で結構な距離走ってきました。でどこもこれ何、外科いなかったのって言ったら、今いないんですよと、コロナでね、あの普通 の患者さんを受け入れる病棟がなくて、でなかなか見てくれませんと。いや脱行別に病棟いらねえし、押し込んだらそれで終わりだすと思うので、はいじゃあパンツ脱いでくださいって、パンツ脱いだ途端に子供の頭があるお尻に、すごいですよ、ここに子供の頭、これ何っていう感じで、最初あのうちのスタッフもみんなあのてんてんてんっていうのをやってまして、これ脱行って救急隊に聞いたら、いやこれなんですよと、入んないですこれ、いやこれは入んねえだろ、肛門どこって、肛門こう探したんですよ。その子供の頭をふいってどけると、下側に肛門らしき穴が、ああここかって、ここに今からこれを入れるのか、まああのミッションインポッシブルだなとか思いながらですね、まあいろいろ考え、まあ、するとまああの平べくわけですよ。そうだ、もともとは痔なんだと。痔ってその静脈に血液が溜まってあのポコってなってるんだから、これはきっと外にこうブニって出たせいで、ここに鬱血してるんだろうと狙いを定めたわけですよ。でまずその子供の頭を掴んでですね、あれです、まあ、本当はヘッドロックしたかったんですけど、ちょっとここ汚れそうなんで、子供の頭をこう両手で掴んで、まあ、もちろんあれですよ、あのゴム手してですよ。でぐーっとこう力を込めていくと、なんとなく、あこれ血液流れていってるなっていう感覚がここに伝わってくるんですよね。ジュ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 って感じで、で、お、一回り小さくなったで、これを続けていれば多分小さくなるんじゃないかって、ギュッて、これを約20分ぐらい続けました。で、最終的にはこれぐらいあったやつが、まあこの拳ぐらいになったんですよ。で、この拳になったので、まあそこにあのゼリーを塗って、こっから根気よく、キュッ、キュッとこう、肛門の中に押し込んでいく。で、ある瞬間ズルって入るんですね全部。いやその瞬間もう後ろで見てた救急隊もうちのスタッフもおおっていう感じで、長い戦いがそこで終わったっていうのがですね、しかもそれがじいさん来たのがですね、明け方の4時、今まで気づかなかったのかいという感じで、でも救急隊に聞いたらもう20何件断られて来て、まあ、あのどう何時に呼ばれたのって2時ぐらいに呼ばれてるんですよね。で2時ぐらいになんかちょっと出て痛いからって言って呼ばれて、で2時間その病院探してる間に多分そこ鬱血してこんなになってきたんですよね、というのが一番印象に残ってますこの1ヶ月間で。まあ他にもです、まあでも今年のそのね、2022年の1月に始まった第1号目が
17歳の金玉でしたから、もう今年はちょっと霜に結構ついてるかなと思ってるんですけど、なかなかあのチャンネルの霜は来ません。すぐそこにあのラブホいっぱいあって、すごい夜景は綺麗なんですけども、なかなかあのチャンネル来ません。でチャンネル来るのはですね、あの膀胱炎とか、発熱とか、そういう普通の真面目なあの疾患で来ます。もうちょっとなんかえっていうので来てくれるとちょっと楽しみはあるんですけどね。あのやっぱり院長のモチベーションを保っていただくという意味でも、ちょっと面白いので来てほしいなっていうのはつくづく思ってます。あとは何が来ましたかね。なんかいろんなの来ましたけど、まあでも本当にオミクロンがすごく爆発的に流行ってて、さいたま市でもですね、あの救急車が20件30件断られて、こっちまで運んでくるっていうのがザラにありました。で一番遠くはですね、ついに三里来ましたよ。三里消防、ここに何分で来るのって1時間ちょっとですかねって書きながら、やってきましたんで、であれが何件目だか20何件目でしたかね。でようやくここまで、本当川越まで来たんだっていうか、あんまりあの遠路はるばる来ていただいたんで、あの救急隊にですね、あのちょうどその日があの2月の14日だったのかな。で2月の14日であの救急隊用にチョコを用意してですね、うちのナースが、でそれをこれいいよ持って帰ってって渡して、すごいなんかありがたがって帰っていったのがすごい印象的でしたね。だからこう本当この1ヶ月間はあの川越からの消防救急よりも、外のさいたま市、越谷、三里、そんなとこ上尾、それから北本、桶川とかね、そんなところからやってくる消防の救急隊と同じ数ぐらい来たんじゃないかなと思いますね。でもあの困ってるところは、なんていうんですかね、だんだん慣れてくると、今までこの前二十何件目で打ちかけてきたよねっていうのがだんだん早くなってくるわけですよ。あそこなら取ってくれるとか思って、何件目っていうか3件目です。いやお前3件目ってお前周りまだいっぱいあるやろ、もうちょっと当たってからもう一回電話かけてきてよっていうのが何件も最近増えてきたんで、だんだんあのお断りする件数が増えてきてしまったのがちょっと、あれかなっていうのは思ってますけど、まあでもそれぐらい今世の中困ってますよ。救急はもうかなり10件以上っていうのがいっぱいありますね。でこの前あの新聞沙汰になったニュースで出たやつですけど、さいたま市で10代の子が、コロナにかかって、で受診をしたんだけど、その2日後に亡くなったっていうケースがあります。であれもですね、救急隊が、まあ、5件断られたっていう書いてあったんですけど、その翌日に10件だったっていうのが発覚しまして、でその10件だったっていうのに対して、あの消防の幹部かな、救急科の人かなが、あの普通は 2,3 件で受け入れられるんですけど、10件は珍しいとかいうコメントを出してましたけど、お前俺のところに来てんだ、20何件目で来てるやりがよと、ツッコミを入れたくなっている最近でございます。まあでも このままね、あのだんだん落ち着いてくれるといいんですけど、なんかまたオミクロンの BA.2 とかいう若干変異したオミクロンが流行り始めてますんで、まあ、あの引き続きマスク、手洗い、その辺はやっていていただけると、予防はできるのかな。でも、そんなので予防するよりはかかっちゃった方が早いよっていう話もあります。もうこんだけね、世の中に広まってるんで、どこでもかかる。で、うちでも陽性が出る方の半分ぐらいは、人混みには行ってません、近くにはコロナの人いません、どこでかかったか分かりませんという人が多いです。でそうだ、今また話がちょっと変わるんですけど、オリンピック終わりました。で、オリンピックから帰ってきた選手たち、中国から戻ってきて、今成田空港で1週間留め置きされてます。隔離です。おかしいと思いませんか、うん、日本より中国の方が流行ってないんですよ。日本の方が流行ってるんです。でその中国から帰ってきて、でしかも彼ら向こうの中国でね、バブル方式とか言って完全に隔離された状態で向こうで競技をやってきた、基本かかってないという前提で競技をやって帰ってきた、その人たちも1週間隔離するってなんだよってちょっと思いますね、はい、その辺がなんか日本のこの杓子定規的なところで嫌ですね、はい、かわいそうだなと思ってます。
とは何だろうな、何ですかね、なんかもうそれ以上の話題があんまりないので、松本さんに入っていただいて質問コーナーをしようかなと思ってますが、はい、それではこんばんは、はい、こんばんは、はい、ドクターウーの ER に一緒に今日はね、参加させてもらってます。まあ皆さんこれ見てる頃はね、もうスタジオでね、先生のこの収録のね、V で見てることだと思うんですけどね、まあせっかくね、今日先生のこの、クリニックに来てるんですけども、外患者さんいっぱいでしたね。いっぱいいました。いっぱいいた。車止まってます。僕今日非番なんで。非番で、ええ、で、副院長が下でやってるんですね、はいはい、副院長の時にいっぱい来てくれるといい。そうですか。そういうことね。でも先生、本当寝る時間ないじゃないですか、全然。まあでもね、ちょこちょこ寝てますよ。そうなんですか。まあ、さっきも高速運転しながら少し寝てきたし。らしいですよ、はい、なんか車バックしてて、なんかちょっと看板からこう、さっきのあそこですね、はい、ふーっとこうなんかなってましたよね、自分のところの駐車の構造がよく分かってなかったっ。ああ、そういうことそういうことね。なんかいい感じでこう看板がこうなってたんで、あとは寝てなかったですよね。起きてます。起きてますね。ああ、そうですか、そうですか。でもね、今年いろんな話聞いてると、正月早々その17歳のこの金玉ね、はい、あれ金運がいいってことでしょ、きっとね。そう言ってましたけど、うん、今回は脱行ですからね。脱行か、ちょっと脱行だと。でも脱行ってこんなになっちゃうんですかね。こんなんきましたね。これお尻からこれ出てるんです、こんな、まあ、こんなんだと思わなかったんで、気軽にいいよって言っちゃったんですけど、うん、これぐらいだと思ってたんですよ、うん、もうこれ下手したらこれぐらいかなと思ってた。いやー、でもちょっと甘かったですね。甘かったですね。やっぱね、なんていうんですかね、実際にこう診療してると、うん、教科書通りの人ってほとんどいないですね。あ、そう。だからその場で何か考えて、うん、やらないといけない。先生それは好きなんじゃないですか。好きですよ。セオリー通りでやるじゃん、あんまり。嫌ですね。ね、はい、なんかこうセオリー通りだったら俺やんなくてもいいやと思って、うわーっていうのがこうモチベーションこう。そうですね。ああ、やっぱりね、だから先生みたいにいらっしゃると本当にね、ありがたいですよ。どんなに明け方でも何でもね、本当にの重篤な病気をね、先生救ってくださってね、まあ、その分先生のね、こう寝る時間がね、なくなっちゃってるんですけど、なんかそれすごい心配なんですけどね、逆にね。まあ大丈夫です。はい、一緒に寝てくれるチャンネルがいればいつでも寝ます。らしいですよ。あと先生の大モチベーションっていうのが、やっぱりチャンネル、若いチャンネルがなんかすごい感じで来る場合ね。そうですね。ね、なんかこうモチベーション上がりますね。モチベーション上がるんですよね。これ見てる方ね、もし私と思う方は、なんかすごい病気でなくてもいいから、すごい病気なふりして先生のところ一回受診していただくと、先生のモチベーションがグッと上がって、さらに先生が頑張っちゃうっていうね、そういうこういう図式になるんでね。そうですね。できれば、40未満がいいですね。40未満ね、限定ですね、それはね。かなり限定らしいですね。うわー、なかなか見てる方ね、40未満っていう、まあ40、まあそれ年の方はね、うまくごまかしていただいて、先生に来ていただければ OK です、はい、とは先生言ってても、もう60のおじさんでも70のおじいさんでも、実際ね、もう本当に見ていただいて助けちゃうんで。やりますよ、やりますよ。ですよね、それはやります。ただそのいい顔するか、いや、いい顔してね、表面はいい顔してる。表面いい顔してるんですね。内面は、内面のそのウキウキ度が違うだけです。それが違うんですね、はい、だからモチベーションは違うってことですね、はい、やることは一緒ですよね。やることは一緒です。ということで、はい、先生またね、日夜本当にご苦労されてありがとうございます。ではね、これでまたスタジオに戻りたいと思うんで、先生はまたこれからね、いろいろお仕事があると思うんで、これでドクター ER を終了したいと思うんで、はい、でまたいつやね、先生のね、いつぞや行きます。必ずまたね、スタジオの方でやりましょうね。いつぞや行きたいと思います。ぜひお待ちしてます、はい、それでは、先生のクリニックからこれでスタジオに戻してますんで、よろしくお願いします。それではまた、さよなら。はい、どうもね。激走で何よりでした。激走したでしょ、はい、1月の末にあったっきりする、うん、先生。そうか、1月末にあったんですよね。そうだよね。それきりですね。それきりだよね。痩せましたね。痩せましたね、随分 ね。やっぱりね、本当にね、毎日毎日こうね、寝ないで仕事してるとね、うん、どうしても体力が使うんでしょう ね。頑張ってますね。頑張ってましたね、うん、今もちょうどね、多分診療してますよ、きっと、はい、我々も違う意味で頑張り、はい、負けないようにね、負けないようにね、なんだか分かんないけど、ね、なんだか分かんないけど、まあ健康に注意しながらね、そうですね、頑張りましょうね、はい、はい、ありがとうございました。ここでね、まあ、スタジオに戻ってきましたけど、はい、この収録終わった後、うん、また先生に会ったんですよ、はい、あ、昨日会ったんだ、昨日、うんうん、ちょっと昨日一度のランチを、ね、一緒にしたんですけど、はい、その時に言ってたことがね、うん、もうちょっとね、昨日泣いちゃったの。
何があったんですか話聞いて、うん、先生ね、うん、2、3日前かな、うん、救急車で夜中に、うん、あのおばあ様が来られたんだって93歳の93歳の、うん、救急搬送で、はい、そしたらもう意識不明ご家族と一緒にね、はいはい、で低体温で30度だって体温が測ったら、うん、そんなんですか、うん、30度、はい、30度なんてありえないじゃないですか。うん、それで、ヘモグロビンっていう血液のいろいろな栄養分を運んだり酸素を運んだりのが、はい、ほとんどゼロに近いないんだってもう、これはやばいと思って先生もね、うんまあ、いろんな処置をしたら、うんまあ、おばさんは気がついたんだって、まあ、なんとか意識は戻ってきて、うん、戻ったんですか戻ってきて、はいうん、もう全くね、本当もう仮死状態だったのがね、うん、また戻ってきて、うん、でも先生、ちょっとやっぱりね、心配だったんでね、うんまあ、一晩この先生のほら、あの救急なんだけど、うんまあ、ベッドに、うん、あの処置室のベッドにね、うん、あのこう寝ていただいて、うんそしたらおばあさんも少し喋れるようになって喋れるようになったんですか喋れるようになったんだって、うん、意識埋めてきたのあの仮死状態のおばあさんがあよく聞いてみるとねあのバナナが食べたいって言うんでバナナがおばあちゃん言ってんのおばあちゃんが、うん、で先生ね夜中のコンビニ行って、うん、バナナ買ってきてあげたんだって あと何かな飲み物なんかオレンジジュース買って食べちゃったけど、うん、そのバナナとバナナを1本ペロッとおばあさん食べて、うん、美味しいねこれはって言って、うん、でジュースもちょっとねちょっと飲んで、うん、うわあ私はもう満足だって言って、うん、おばあちゃんそのまま寝たら、うん、そのままなくなっちゃったあそうなんですか、うんでそのまあ、その先生 の, その気持ちねなんか救急で忙しいんだけど、うん、でもバナナ買いに行ってでもね良かったです ね, なんかねいやなんかそのいい話じゃないですか、ねうん、そのおばあさん本当だとやっぱりねそのままバナナが食べないでもう仮死状態のままね、うん、亡くなっちゃったんだけど、うん、最後にやっぱり自分食べたかったバナナ食べて、うんまあ、じゃあ満足したってなんかそのなんかそれ聞いただけでもねなんかじんときちゃいますねじんときちゃって ね, ねドクターをやるねね、やるよね変なことばっかり言ってる場合じゃない、ね、変なこと言ってる場合じゃないけど、ね、本当にねなんかねいい話でしょうすごい人間味があって人間味だから本当はそういう先生なんだけど、ねうん、それをね照れくさいからね、はい、あのちゃんとねわざとふざけるんだよ ね, だよねそうだね、うんはい、そうそう、ね、今も多分一生懸命ね、うん、あの救急車来たりして診療やってると思うんですけどねいいやつなんですよねいいやつですよ、ねうん、上ちゃん上ちゃん、ね、頑張ってますか今度くすぐってやるからそんなんでね、うん、あの本当にあの昨日そんな話聞いて、ちょっと僕も本当に涙腺が、そんな話があったんですね。はい、そうなんです、そうですか。はい、うん、それじゃあちょっとね時間があるなんでね、はい、いよいよ我々のフォーチュンワークスのレースカーができましたね。はい、この間、この間、はい、行きましたね。はい、行きました。はい、で福ちゃんにね、まあシェイクダウンしてもらったんですけど、松本さんも乗ったんですか。僕も乗ったんですけどね、はい、まああのタイムはやっぱりね、さすがですね。いやいやいやちょっとこちらの方、全然です。まあ、やっぱりね、さすがね、元ねヤマハのワークスライダーでね、活躍された全日本で、福島真奈選手ね、やっぱりね、4人乗ったって早いわ。そんなことないですよ。本当に。はいはい、ちょっと車の紹介しましょうか皆さん。あ、そうですね。はい。ちょっとあの写真見せますか。お写真もお願いします。はい、これですね、我々のとうとうできました。はい。フィット。ホンダのフィット。ホンダのフィット。うん。はい。ゼッケン100番ですね。ゼッケン100番ですね。はい。綺麗じゃないですか。ね、いい色だよね。ね。これね、わ、これいいでしょ、結構。うん、ね、これね、マー君がね、作ってくれたんですよ。小柄マー君のこのフォーチュンワークスのね、このデザインした、はい、イラストレーターの。プロのね。プロのね、はい、がデザインしてもらったんですけどね。こんな車です。ホンダ。まあ、これからどんどんこう、うん、いっぱいしてスポンサー名がね、スポンサー名がバーっとね、はい、どんどん入ってくるんですけど、まだ、あの、ノースポンサー名でね、ちょっとあれなんですけどね。松本さん、これ、どうでした、うん、乗った感じ。乗った感じ、乗りやすい、すごく。エンジンは1万2000回転ぐらいもある。なるわけないじゃないですか。オートバじゃないんだそっか。でもエンジンがね、もうちょっと当たりがつくとね、うん、もうちょっとあれかもしれないけどね、うん、なんかね、もう一発、もっと教育しなきゃダメじゃないですか、エンジンを。教育してくださいよ。教育いっぱい回せばいいじゃないですか。そう、怖いじゃないですか、そういう問題じゃないですか。そういう問題じゃない、そういう問題じゃない。はい、はい、次お願いします。はい、これね、うん、これ、この間の土曜日でしたよね。2月そうです。2月の20何日でしたっけ ?27 か。これの土曜日って何日でしたっけ、これの土曜日。27か。その辺かな ?27 ね、うん。あ、26だ、26。そう、26。そうそうそう。ね、行ってきましたよ。天気良かったですね。良かったね。なんかもう暖かくなってきましたね。うん、そうですね。うん、あの栃木のツインリンク持ってきてね、うん、あの5月のレースのね、はい、あの公開練習ということで。そうですね。はい、お願いします。間に合いましたね。間に合いましたね。はい、これがね、今回手伝ってくれたスタッフのメンバーね、はいはい、真ん中にいるのがね、この、なんて言うんでしたっけ、この人は。知らない。知らない。あの、板金やってくれた人じゃないですか。ああ、そうですね、はい。ちょっと多少色が違ってたけど。ええ、色が違ってたのね。ね、は
はい、なんかビビってましたよね、そうですね、潜水さんね。いや、みんな本当にね、うん、朝早くから。朝早くからね、来てくれてね。手伝っていただいて。ありがとうございます。はい、次お願いします。これ終わった後ね。そうですね。終わった後もちょっと暗くなってきたんで、まあ、これ。松本さん、これどんな感じですか、うん、こう走ってて。うん。曲がるとか曲がんないとか。なんかね、うん、初めこうスッとこう入ってくるんだよね、コーナーに、うん、スッと入ってくるんで、うん、でケツがコン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 って出るじゃないですか、うん、あの辺が慣れてくると、うん、走りやすいかもしれない、うんうん、あのほら、うん、面倒見ていただいてるさ、うん、相原くん見てるかな、相原くん見てる今、ね、仙台から、ね、はいはい、相原さんにこう、うん、どっちの方向がいいとかっていろいろこう聞かれて、でまあセット変えてもらってやったんですけどね、うん、なんかそういうのやってると、うん、昔思い出すじゃないですけど、なんかいいですね。ライダーの頃ね、そうそうそう、相当だって山がね、メーカーのテストでね。やってましたね、ほんと毎週毎週こう入ってきて、いろんなとこいじって、あ、セッティングして。実際書いてないのに行ってこいとかつって。はい、プラシーボ、プラセーボか。うん、書いてないのに、どうだったと。書いてないって。あ、それ分かる、分かりますよ。そこが違うんだけど、うん、僕なんかすぐ書いたって言ったらね、はい、うわー、違うんすね、やっぱりねってなっちゃうよね。だって車高だってオートバイですよ、うん、2ミリとか1ミリとかそのぐらいの調整するんですよ。1ミリ2ミリ、そうですよ、調整が。そうです、それでちょっと特性変わってきちゃう、うん、車高1ミリ上げてくれとか2ミリ上げてくれとか、ね、そういうメーカーはやってましたよ。あ、そう、うん、まあ、こういうね、テストライダーがいるから、あの今のね、皆さんが乗ってるオートバイね、うん、それをどん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 進化していくっていうね、うん、1ミリ2ミリの違いなんですか。そうです、それ分かる、分かりますね、やっぱりやってると分かりますね。あ、そうですか。もう今はもうこんななんで全然分かんない。いやいや、だってね、今このマシンのセッティングもね、うん、全部やっていただいて、うん、はい、次お願いします、はい、お、これが、これ中 ね、 ね、このシートなかなかだんだん馴染んできましたね。そうですね、最初ね、うん、最初足が届かなくてさ、足なんかちょっとね、変な感じだったよね。そう、前もね、放送させてもらいましたけど、はい、こんな感じです、ね。七節じゃない、そのないような感じと、あの節がないくつかないとね。そうそうそう、焦りましたよね。焦った。うん、今バッチリじゃん、うん、このシート。ね、こう、五速でしたっけ？五速、六速？六？六ですよ。六ですよ。六あるんですか？六ある。六入れます？入れない。五速全開で。エンジンは？エンジン？うん、エンジンいいですよ。いいですか？はい。うん、6000、7000ぐらいですかね。そんな回してます。あら、ちょっと回しちゃったな。それはすごいですね。ダメ、知らない僕は6200、300ぐらいかな。あ、ほんと、うん、それでタイム出ちゃうんだからね。出ない、すごいよね、なんかこう、牢屋みたいな、なんかこう、あ、そうそうそう、すごいですね、これね、ロールバーが ね、ガッチリ入っててね、安全ですよね。ね、ガッチリしてるね。うん、そう、はい、お願いします。これハンドルとね、いや、乗りやすかったな。昔ながらの感じで、ハイテクじゃないので、すべて、ね、うん、手と足でやらなきゃなんで、ね。そうそう、アナログでね、やりましたね。ですよね。いやー、これはね、本当に乗りやすかった、いい車ですよ。はい、ありがとうございます。福ちゃん、それですか、うん、あのタイム結構出てたじゃないですか、バンバン。いや、そんなでもないですよね。いや、出てた、出てた、はいはい。僕はね、ちょっと福ちゃんよりタイムが全然出なかったんですけど、今度ちょっとまた教えてくださいね、その出るポイントだとか、そのコーナーの入り方だとか。なんとなくですよ。いや、なんとなくなわけないじゃないですか。いや、本当に。いやー、でも本当すごいなと思ってね。いや、本当早いんですよ、福ちゃん。ね、全然もうね、レベルが違っちゃう。あ、でも、うん、本当はね、もっと乗りたいんですけどね。うん、なかなかね、うん、今はプロじゃないですし。うん、でも次また練習、3月の12日。そうですね、やっぱり乗ってないとなかなかね。うん、うん、そうですね。さらにだって、早い方が、うん、うん、ね、お見えになられるんで。そうだ、お見えになられるんだ、今度は。はい、今度は、岸本直政くんね、うん、スーパー FJ、スーパー FJ、うん、昨日、一昨日でしたっけ、一昨日ですよ、うん、鈴鹿で4位ですよ。すごい速いと思う。異次元な感じですね。異次元でしょうね、あのフォーミュラ、ね、F1 のちっちゃくしたようなね、うん、あので今度一緒にドライバーとしてね、4名で、うん、もう1名が、現役のスーパー耐久ドライバーの松永建設、松永社長、ね、この4人で、ちょっと見物ですよね。いや、見物というか、俺ちょっと本当申し訳ないの、頼った5歩ぐらい下がってみてようかな、俺。いや、福ちゃんだって出てたから少し本当に頑張りますよ、うん、楽しみですね。ね、楽しみだって同じマシンでね、本当だよね、どのぐらい走るのかな、みんなでね、うん、やばいな、ちょっとやっぱり現状だな、これからな、少しな、今からあ、そうじゃ、ちょっとこれから今、うん、30分になっちゃったんで、あ、はい、スーパーゲスト、はい、ね、今日は来ていただくんで、忙しい中ありがとうございます。ニュートン整骨院、はい、中川院長先生、よろしくお願いします。お願いします。はい、先生、お願いします。どうぞ。よいしょ、うん、
ですね、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。埼玉県のね、浦和の駅のそばにあるニュートン整骨院、はい、まあ、この番組のね、あのスポンサーということでね、本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。で、今日はさっきまでね、先生治療してたんですよね。はい、浦和におりました。はい、今日はまた東京のね、浅草まで来ていただきまして、はい、生放送で行ってますんで、はい、ぜひ今日先生またいろんなね、はい、皆さんお話をね、はい、あのためのお話をしていただければと思うんで、よろしくお願いします。はい、まあ、上野先生ね、うん、あのご会いできなくてね、ここ2回ぐらいね、お会いできて、ね、そうですね、ちょっと残念でございますが、と、うん、いうか、あの1月のね、頭からね、上野先生に見てもらってる患者さんがだいぶ元気になったので、ね、あら、その報告もしたいななんて思ってたんですよ。朗報ですね。1月の頭はね、もうくの字に曲がっちゃって、歩くのが大変で、うち浦和駅から近いじゃないですか。うん、歩って普通の人に 2,3 分ぐらいのところなんですけどね、はいはい、そこをそうですね、3回か4回ぐらい休まないとうちの院まで来れないっていうね、脊柱管狭窄の患者さんがいらっしゃった。そう、でもね、もうその患者さんも痛くて、こう夜も寝れない、仰向けになれないし足上がらない。去年の12月はですね、某病院にね、入院してたんです、1ヶ月間。そうなんですか。はい、でそのまんまだとね、体が弱っちゃうから、はい、あの、なんとかしてほしいっていうご家族の方からもね、お問い合わせがあって、はい、それで一度拝見して、はい、でもやっぱり痛みが強いんで、上田先生にブロック注射をね、2回目にして、うん、で今ね、7週リハビリ開始して7週8週目に入ったんですけど、でもね、もうあのちゃんとずっと歩けはしないんですけど、まっすぐ立ってっていうとちゃんと立てるようになって、はい、それでこう、あのブルブルマシンっていうんですかね、あの筋トレする振動のマシンはもう乗れるようになって、わ、すごい、手放しで、はい、だから上原先生にその画像を今度持ってきてね、ぜひお見せしたいなと、報告したいなと思ってたんですけども、あの次回ね、あのまた相談させていただきまして、ぜひ報告もね、楽しみたいと思います。で今日はですね、はい、あの、まあ、患者さんからのこうご質問とかがあったので、はい、いくつか持ってきました。はい、で、まあ、よくね、あの聞かれることの中で、あの見てる方もね、少し関係することがあればと思っていくつか見繕ってきたんですけれども、うん、はい、最近はね、皆さんこうコロナの関係で、会社に行かないでね、在宅でお家で仕事されてる方が多いんですよね。リモートでね、リモートでやってる人でも、はい、皆さんね、はい、そうするとね、もう在宅を始めたらね、なんかこう腰痛になっちゃったっていう方が結構多くいらしてですね、座りっぱなしですからね。そうだ、同じ姿勢でね、同じ姿勢でね、はい、うん、そうなんだ。やっぱり運動不足にもなるし、うん、あとやっぱり姿勢としてね、あの座ってる時にこういい姿勢でこうやってられればいいんですけど、うん、で自宅だと誰も見てないしね、うん、ついこう気も緩みますしね。先生さん、あれですよね、その姿勢もあるんですけど、うん、椅子もどうなんですか。椅子すごい大事です。やっぱそうですか。じゃあどういうものを選べばいいかとか、なんかその辺なんかありますよ。そうそうね、難しいですよね。椅子ってピンキリですよね。うん、あのこう家具屋さんに行くとね、うん、もう本当にいろんな値段のものもあるしね、うん、それからサイズにしてみてもクッションにしてみてもいろんなものがあってね。最近だってあれじゃないですか、ね、なんかレーシングシートみたいな椅子とかもありますよね。ああ、ゲーマーね。ね、そうそう、あ、ゲーミングチェア、ああいうのどうなんですか。これ、ね、あれいいと思いますね、うん、いいんですか、うん、何か見てみたら、うん、あの腰のところにこうクッションがついてたりとかね、うん、背中とかね、うん、あのこう肘掛けもあるし、ね、うん、はい、うちのレース用 の車両から取っておく人持ってって、家でやって、いいんですか、あれさっきのね、で、ま、さっきのやつ、また戻す、また戻してく、戻さない、大変じゃないですか、一回一回外して。座卓でいいんじゃないですか。一番腰悪いですよ、座卓は。まあ、結局骨盤後傾いつもダメだって言うんだけど、うん、もうなんで座卓ほらお尻がこうこうなっちゃうんですよ、ね、最後みんなでこう、そう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 、これ絶対ダメ、もうこの間もダメって言ったんですから。座卓でまたあるんですかね。いやでもほら和式であればね、まだね、ないかもしれない ね、 そうだよね、下折っちゃえばいいですよね。そうだよね、掘り落とすってこと。そうそう、あ、それはいいじゃないですか、うん、で座卓、座卓畳掘っちゃって畳掘るか。まあね、それっていうね、うん、はい、うん、で、まあ、骨盤後傾になっちゃうのがダメ、うん、やっぱりね、うん、だから骨盤後傾にならない椅子だったらいいと思うんですよ、はい、そう、でやっぱりゲーマーゲーミングね、違うね、ん、あの腰のところにクッションを当てて、うん、腰椎の前腕きちんと作れれば、うん、椅子としては最高ですね、はい、あ、そうなんですね。だからそれが今度でもね、うん、皆さんご自宅に入れられるって話ですよね、うん、そうですね、あのでかいのが大体の方が食卓でご飯食べてるところでやってる方が多いから、うん、あの
環境は良くないでしょうね、うん、普通の食事用の椅子にこうだって1日何時間ぐらいするんですか、うん、デスクワーク5時間とかやるよね、きっとね、8時間ね、うん、朝からずっとやると、うん、座ってられます？いや俺は無理ですよ、座ってるじゃない、うん、でもいつもこのセーフティーカーでねだから降りた後ね、そうセーフティーカー の椅子の形になって降りてきますよ、こうやってそうこの形そうなっちゃいますね、固まっちゃってますね、固まっちゃって、だから結局ほら、うん、筋肉もね、うん、こわばってるから、うん、毛細血管も圧迫されてるから、うん、老廃物溜まってね、コリコリですよね、よくないね、筋肉コリコリ、うん、それから椎間板も、うん、立ってる時よりも座ってる時の方が 1.4 倍圧が加わるんです、かかるんですか、座ってる方が楽な気がするんですか、うん、するする、うん、だけど立ってる時の 1.4 倍だから椎間板ビシャッと積んでる、だからね最近思うんですけど、はい、前は椎間板ヘルニアになるような方っていうのは、うん、どかったのね、方とか、うん、重いものガーッと持ってるような人が、うん、ヘルニア多かったんですけど、うん、最近そのデスクワークやってる方、うん、で若い方、うん、で男女問わず、うん、ヘルニアになっちゃう方が多いんです、だから多分その姿勢が一番影響するかなと思いますので、やっぱり一番注意してもらいたいのは椅子ね、椅子っていうか座ってる時の姿勢、それからずっといい姿勢は無理なので、うん、たまに動いてもらう、うん、まあ、立ってコーヒー飲みに行くとかトイレ行くとか、うん、ちょっと背伸びするとか、うん、ね、お家にいてもそうしてもらう、本当はね、うん、お二人ともペースがずっと座りっぱなしだから、うん、できるなら、うん、できるなら、うん、たまにちょっとね背筋伸ばしてもらう、二人っていうのをお勧めするけど、うん、できないんでしょう、なかなかね、交代の時とかね、うん、あとトイレ行く時ぐらいね、うん、そうですね、立てるのは ね、うん、そうだよね、なかなか車から降りるってことは、ね、ないよね、だからやっぱり腰痛めやすいと思いますね、はい、だからできればその在宅の方ね、うん、なるべく気をつけて、うん、こまめに動く、それで姿勢に気をつけていただく、うん、できれば椅子とあともう一個机の高さもありますから、うん、椅子だけじゃなくてね、うん、机の高さがちょうどよくなればね、一番お金もかかることだから難しいけど、うん、そうしていただくのがいい、初め一発決めちゃえばそれをね、そうずっとそれでいけますもんね、仕事場がね、仕事場をねキープできればね、うん、あと先生聞きたいのは、よくこう四角い椅子あるじゃないですか、背もたれのない椅子、真四角の椅子、うん、はいはい、ストレートのやつ、ね、であれ普通こう広って広いものをこう横にしてこう普通に座るじゃないですか、うん、はい、背もたれなしで、はい、でたまに僕ねそれを縦にしてまたがっちゃう感じで座るとすごい楽なんですよ、本当、それってどうなんですか、それね、うん、なぜかというと、うん、またぐとライダーだから分かると思うんですけど、うん、骨盤立つんですよ、やっぱそうなんですか、そうなの、だから結局ほら、うん、座ってるだけだとだんだんくたびれてこう丸まるんですよ、うんうん、でこれいい姿勢しようとすると、うん、骨盤起こさなきゃいけないんですけど、うん、またいであげると、うん、ね、ライディングのポジション近いですよね、ね、楽なんですよ、楽ですよね、腰に、そうそう、腰に楽、うん、本当に、じゃあさ、じゃあさ、うん、オートバイにまたがって仕事すればいいんじゃないの、家の、うん、やんないよ、家の中にバイクにスタンド立ててそうかな、違う、ちょっと遊んだだけね、うん、いや、本当はそれいいんです、一時は、うん、はい、だけどその多分ね、うん、いい姿勢ずっとしてると、うん、どっか疲れてくるはずなんですよ、うん、ますね、多分腰が疲れてくる、ここいい姿勢したら絶対腰の筋肉使うんで、うん、疲れてきちゃうんですよね、ちょっとまたこう丸くなっちゃうから、うん、自然にね、まあ、いろいろとこう姿勢変えてもらって、同じ姿勢じゃなくて、ね、結局はそういうことになるかなと思います、うん、うん、あとはね、ちょっとその質問に付随してなんですけれども、うん、お家にいるとね、運動不足になりますから、はい、でおつまみとかさ、お菓子とかこう置いてあったりすると、うん、食べやすいし ね、 食べるね、で動かなかったりするんでしょ、うん、とやっぱりカロリー取りすぎになっちゃうかなっていうことでね、うん、太りやすいかなということで、うん、もう一つのこう質問はですね、最近太ったと、太ったら腰痛なるのという話なんですけれども、うんうんうん、まあ、太ったというよりも、うん、メタボと腰痛どうなのっていうことを聞かれる、ね、メタボね、なんかね耳の痛い話だな、重くなると負担も大きくなりますよね、うん、なると思います、ね、うん、絶対なる、でね、文献から言うと、うん、メタボと腰痛っていう文献は、うん、一致してなくて、メタボイコール腰痛になりますよとは言われてはいないです、まだ分かんないんです、うんうん、だけど普通に考えたらウエイトが上がると、うん、やっぱり腰にね反り腰になりやすい、さっきのオートバイみたいな感じでこうね骨盤立つんならいいんだけど、もっとこう反りすぎちゃう、うん、はい、反りすぎちゃうと、うん、やっぱり筋肉が緊張してくるわけですね、うんうん、あとは骨盤後傾がダメだよって言っときながら、うん、今度骨盤前傾がダメだよっていうのもなんなんですけども、うん、まあ、要は何でも過ぎちゃいけないということで、食べ過ぎてもダメだしね、うん、骨盤も後傾しすぎてもダメならば、うん、前傾しすぎてもダメで、うん、体重が加わった時に
骨盤が前傾してると腰が前に滑り出そうとするんですね。あ、そうで、それを戻さなきゃいけないんで腰の筋肉にも負担がかかる、うん、そして、うん、椎間板にも負担がかかる、うん、で関節にも負担がかかるということで、うん、メタボにならない方がいいですよって話なんですけど、うん、なんでメタボになっちゃうかっていうと、今言ってるのが食べ過ぎ、運動不足という話になりますので、うん、はい、まあ、食べ過ぎ注意しましょうねって話なんですけれども、うんうん、カロリー数をね、うん、ちょっとお知らせしようかなと思って、はい、松本さんも耳が痛いなって言ったから、耳痛いな、どんくらい食べるとどんなっちゃうのよっていう話をちょっと、これ数字だからね、美味しいものはカロリーも高いですからね、そういうことなんですよね、美味しいもんってね、ちょっとね、今日資料を持ってくるのが遅くなってしまって見にくいかもしれないんですが、うん、これ一番上のところにね、ご飯一膳235キロカロリーってあるじゃないですか、うん、でご飯一杯で235キロカロリーなんですよ、うんうんうん、でとんかつってお肉だけだったらお肉 100g で263キロカロリーなんだけど、うん、これをとんかつにすると486キロカロリー、油で開けちゃうとね、うん、それで今度カツ丼にして卵とか閉じたりすると795キロカロリー、美味しいですよね、これ砂糖だとみんないろいろ入るんだよね、そう、あ、そう、でみんなね、みんなね、どんくらい食べていいのっていう、自分が一体何キロカロリー食べていいのかっていうのを知らないと食べ過ぎなのかどうかが分かんないじゃないですか、うん、で、大体、計算の仕方は、はい、基礎代謝量プラス、基礎代謝量って車でいうアイドリングの燃料消費ね、うん、アクセル吹かさないんだけど燃料使うってあるじゃないですか、うん、はい、人間の基礎代謝量ってただ生きてるだけで使う燃料なんだけど、うん、それが大体1100から1300くらいかな、うん、アスリートで1500、600いくかもしれないですけど、うん、それプラス活動量ってことなんですね、うん、じゃあ一体どのくらい活動量してんのって話もまた難しいので、うん、もうちょっと簡単に言うと、うん、自分の体重かける、うん、まあ、30から40キロカロリーをかけたものが自分が食べていいキロカロリー、はい、だから体がでっかい人は当然80キロなり90キロかける、うんうん、まあ、30から40、うん、あ、その30から40キロカロリーっていうのは全くじゃないね、あんまり運動しないタイプの生活をしている人は30キロカロリー、うん、アスリートだったら40キロカロリーを体重にかけてもらうと、うん、まあ、福士さんも松本さんも自分の体重かける、はい、うん、だいたいね、朝通勤ちゃんとして電車乗ってね、うん、それで会社行って 4,5 時間デスクワーク、うん、2,3 時間、営業かなんかで外行って、うん、でまた帰りに電車乗って帰ってくるっていうような生活してる人で、だいたい35をかけてもらうといいかなと思うんですよね、目安としてね、じゃあ普通一般の方はだいたいそのぐらいってことですよね、そうですね、そうするとね、35キロカロリーかける70キログラムの人で2450っていう数字が出てくるから、だいたい2500キロカロリーぐらい食べていいかなというところなのよ、うんうん、でその2500キロカロリーぐらい食べていいもののうち、ご飯一膳235キロカロリーでしょ、うんうん、朝昼晩ってご飯食べたらさ、うん、あと残り10分の7しか残ってないわけですね、うん、食べられないわけじゃ ねだってカツ丼1個で795キロカロリーじゃないですか、ですよね、結構な量いっちゃうんだよね、うん、じゃあこんななんとか、マックなんて言って、ね、メガバーガーとか、そう、マックメガバーガーなんかちょっと大変な感じですよ、メガバーガー美味しいよね、美味しいね、だね、今美味しいよ、美味しい、美味しいよね、多分ね、間違いなく美味しいと思うんですよ、例えばですけどマック、うん、あるところのフライドポテト M サイズで500キロカロリーですか、ね、M サイズで500キロ M で、 M で500キロカロリー、じゃあやっぱ S でよかったんだ、うん、そうだ、 S でよかった、もうそれもダメ別な意味でダメ、油気をつけないとダメです、いやでも S 頼んだってそれ3つが食べるもんねほら今芋がないから、芋ないからね、そうそう、芋がないからね、だからエースを3つぐらい頼むしかないから、ちゃ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 、もうこれでね、うん、立っちゃう、もう食べない、ああそこそこ逆にね、っていうか松本さん好きなのすき焼きだよね、大好き、大好き、大好きだよね、これね、すき焼きをちょっと見てもらいたいんですけれども、うん、すき焼きのね、数字、うん、ここで豚じゃない牛バラ肉、ね、牛バラ肉 100g で517キロカロリー100でね、100g で300は食べるでしょ、いや最低だよね300、300、うん、僕計算してきたけど200で計算したけど、いやいやいや、まあでもいや517キロカロリーのさ 100g でさ、ずっといってみりんとか卵とか醤油とか白菜とか長ネギとかその辺はさ、うん、だんだん減ってきて、でもっと下に行くとえのきとかそんなのは全部合わせても大したキロカロリーじゃないんだけど、うんうん、それ計算見てみると、うんといくつだい、
897キロカロリーですよ。100グラムで。そう、100でね。だってでもこれでさ、お肉200グラムにしたらそれだけで510何キロカロリー。じゃあ300にしたら言語道断ですよね。1500キロカロリーになっちゃうでしょ。これご飯入ってないから。ご飯さっき235キロカロリーって言ったでしょ。ご飯も美味しいからね。ご飯美味しいよ。すき焼きとご飯はね。うん、あの卵のね、汁でこう食べちゃったよね。いやね、それであとちょっとビールでもちょっと一杯でも飲もうな、うん、飲んだら。ルービーね。ということで、そしたら結構な量食べちゃうんで、そうだ、だからそれを気をつけるためには、はい、まあウォーキングかな、食べてもいいから、ね、先生これオーバーした分ってさ、そのままどうなっていくんですか、うん、だいたい糖質は血液中にあったら、うん、普通はほらインスリンっていうのが出てきて、うん、血液中にずっと糖があるとまずいからだんだん排出するよね、うん、血管の底等に出ていった糖分っていうのは普通は運動とか使えば、うん、筋肉で、ね、取り込んじゃうのね、に入ってきますよ ね、うん、筋肉にね、うん、そうするとそれは、うん、筋肉に入る分はいいけど、入らない分は脂肪、内臓脂肪とかね、内臓脂肪、男の人は内臓脂肪、女性の方は皮下脂肪、ね、先生ね、ちょっとね、あと残り4分になっちゃったんですけど、ちょっとね、お約束、今日ね、はい、僕ね、いつもトレーニングジム行ってるじゃないですか、はいはい、で朝プールでウォーキングしてるのね、そうそうそう、でそこでね、今日はあの視聴者の方からご質問いただいちゃったんですけど、もちろんもちろん、はい、先生ね、何でしたっけ、はい、股関節からね、大体の手術をしたのね、うん、それで手術して調子いいんですけど、うん、寒くなると、はい、ふくらはぎがね、つっちゃうんだって、うんうん、それがね、うん、あの辛いんだけど、うん、その寒くなるとつっちゃうのを、うん、どうしたらいいでしょうかって、つらくするには、まあ、まずズバリはもう寒いっていうのは、うん、冷えてるわけですから、はい、末梢血流が下がってるって考えると、うん、血流上げてあげた方がいいんですよね、血流を上げる、うん、で足の血流っていうのは静脈ね、うん、体に戻してくれますから、うん、でやっぱり運動してもらう、あ、じゃあ、うん、毎日プールウォークやってる方なんで、あ、じゃあいいですね、はい、最初は やめないで続けると、はい、あと温めてもらうということですね、はい、いいですか、やめちゃダメですよ、はい、一緒にやりましょうね、明日からまたね、運動ね、あのふくらはぎを使ってもらう、うん、それから温めてもらう、うん、温めてもらう、どうしても最悪の場合には僕がやるんですけれども、うん、僕マラソンするときにやっぱりつるのが怖いので、うん、つる前に、うん、芍薬甘草糖という薬がございまして、漢方ね、はい、漢方の芍薬、それはドクターにお願いして出してもらってますけど、芍薬甘草糖、芍薬甘草糖ね、芍薬っていうあのね、植物ですね、あれね、あ、そうなんですかね、うん、植物があるんですよ、うん、それね、よくね、立てば芍薬、座れよボタン、歩く姿は百合の花っていうのがあるんですが、うんうん、その芍薬なんですよね、なるほど、それ僕明日お話しますからね、うん、はい、いや、それやっぱり、ね、飲むと、もう釣りは取れる、はい、すぐ、あ、本当、はい、比較的、ああいう漢方のお薬の中では、うん、効果がすぐ出るよってドクターに勧められて、うんうん、自分が釣った時に飲んだら、うん、早くすぐ効きました。まあ、あのね、効果が持続します。ニュートンのね、院長が言ってるんで間違いないやつですよね。はい、それともう一つやっぱりね、僕一番これは基本なのは、うん、やっぱりね、腰、もう足もそうなんですけど、なんかあったらニュートン整骨院。そうですね。僕もお世話になってますからね。ね、僕もお世話になってます。そうですね、一番、はい、しかもの浦和駅からもう歩いてすぐ行けるところなんですね。目の前で。ほぼ目の前。はい、うん、もう全然ね、あのプロテックっていう機械があってね。うん、あれによってね、いろいろプロ野球の選手とかボクシングの選手とかみんなね、元気になってまた活躍できる、ライダーとかドライバーとかドライバーとかね、やってますんで、ぜひね、ニュートン整骨院ね、よろしくお願いいたします。はい、あと1分切っちゃいましたね。で、今日これまたね、終わっちゃったんで、来年、うん、来週、あ、次の次回ね、はい、次回 またここにちょっと詳しくね、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、うん、はい、あと先生に直接聞きたい人はやっぱりね、ニュートンね、予約していただいて、うん、はい、先生からね、詳しくいろんなお話を聞くのもまたいいかなと思います。ホームページにもね、質問コーナーがありますから、うん、言ってください。本当ですか、そしたら直接僕さらにお答えします。さらにそうじゃないですか。ね、そうなっちゃうんですよね。あの、ニュートン整骨院、ね、検索して、はい、ホームページで、ホームページで先生との、はい、このアクセスができると。できます。うわ、これもいいですね。いや、楽しみですね。楽しみだ。はい。で、我々もこれからまたね、あのレース5月に耐久レース7時間の、はいはい、出るんですけど、うんうん、先生いろいろまたボディメンテナンス、はい、もちろんです、がっちりこう走れるように、はい、よろしくお願いします。また今月フリー走行行きますよね。フリー走行行きますよ、はい、また応援にも行きたいと思います。先生ぜひ来てくださいね、はいはい、また伺います。もう先生来ると安心してね、もうね、どんなこともできちゃうんですよ。もう降りてからもう見ていただくと分かっちゃうからね。ね、あ、もうお時間の方来ちゃいましたね。はい、はい、それではね、ちょっと宣伝なんですけど、来週はまたね、今度あの高木と松山建設の社長ね、大輔、高木大輔のジョイトーク、あのおのこの時間にやりますんで、よろしくお願いします。それとあの先生の方は、4月ですね、
4月の第1火曜日のね8時から、まださらにね今度いい話をね聞けると思うんで、はい、それもゲストじゃなくてねレギュラーでね、もちろんそうですよね、はい、お願いしたと思うんでね、はい、はい、よろしく。なんかこちらなんかありますか？特にないですね。ないですか？はい、はい、安心してね、はい、お邪魔させてもらってます。はい、行きましょうね、はい、で我々またねレースも頑張りますんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それではね皆さんね、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。はい、失礼します。